赤、ゼッケン54、加藤大輝、愛知山本道場。白、ゼッケン74、長谷川達也、埼玉武蔵支部。ここで皆様にお知らせいたします。今大会より5名の審判員の支部道場に所属する選手が対戦する場合、公平を期すために審判員を交代いたします。正面礼、姿勢礼、お互い礼、構えて一番。判定となります。判定、引き分け、1、1、3、4、5、引き分け。判定の結果、引き分けです。2分間の延長戦を行います。構えて始め。Thank you.
判定取ります。判定やけ1、1、3、4、5やけ。判定の結果引き分けです。2分間の再延長戦を行います。構えて始め。判定取ります。判定白1やけ1、1、3、4やけ。再延長の結果判定は引き分けです。規定によりまして体重による判定を行います。男子の場合両選手の間に10キロ以上の体重差が認められた場合体重の軽い方が勝者となります。また両者の間に10キロ以上の体重差が認められなかった場合にはこの後2分間の最終延長戦を行います。それでは両選手の体重を発表いたします。赤加藤選手体重 79.1 キロ、白長谷川選手体重 101.1 キロ。従いまして両者の間に10キロ以上の体重差が認められますので赤加藤選手の勝者といたします。赤正面礼、正面礼、お互い礼。